いやいやいや、俺の膝の上に座って暴れてるだけですからね。生まれたままの姿でね。許しませんわよ、杉崎ケン。いや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 、完全に嘘ですから。とにかくもう帰ろうね。え、妹の胸に触るんじゃありませんわ。ぜ、違うぜ。この変態。ませてるね。あ、こいつかすみさんの胸もんでる。いや、あの赤ちゃんだし。うわ、こいつの顔、おっぱい飲みたいと見せかけてかすみさんのパイアツもみたいだめだ。このエロタメ、ハネッチ。兄様元気？うん、元気、元気だよ。兄様、エリス大きくなった？うん、ちょっと背が伸びたかな。おっぱいも大きくなった？あ、いや、エリスちゃんの年齢じゃそんなもん。最低ですわ。じゃあどう言えば。ん、どうした？アホな上官の命令で地雷原に突っ込む二等兵みたいな顔して。失礼します。ん、な、タケちゃん、高い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 。お前も大変だな。じゃあ試しに花子さんも一回。うん。スカスカ。え、今喋った。しかもちょっと侮辱された気がする。いやいや、でもまさか、あ、赤ちゃんだし。宴先生、同じ境遇だっただけに分かってくれるんですね。まあな。それにそんな顔した生徒を責められねえだろう。宴先生、大人だ。でもおっぱいはちっちゃいですね。え、あ、いや、か、か、うん、ねえねえ、私もちょっと抱っこしてみたい。はい。いやー、かわいい、もっちもち。スパイシー。え、今のたったちゃんと喋ったよな。しかも子供で殺しに来たぞ。いや、あの、赤ちゃんだし、はい。震えながらそれ言われても。あの、とりあえずどこかに座らせましょうか。うん、ずっと抱っこしてたらなんかちょっと嫌な予感。